エマーヌエル・フォイヤーマン、エマーヌエル・フォイヤーマン、1902年11月22日から1942年5月25日は、オーストリア及びアメリカのチェリスト。幼少時から公開の演奏会に出演し、成長して、名教師と歌われたチェリストのユリウス・クレンゲルの文化となるが、伝統的なクレンゲルの奏法は継承せず新たに、 対等してきたパブロ・カザルスの方に追従して、独自の双法に磨きをかけた。20世紀前半を代表するチェリストの一人として、また芸術的及び年齢的にカザルスに次ぐチェロの巨匠として期待されたが、第二次世界大戦中に若くして亡くなった。日本語表記では、エマヌエル・フォヤマンと音を伸ばさない表記が一般的である。 エマーヌエル・フォイアーマンは1902年11月22日、オーストリアイコール、ハンガリー帝国、現、ウクライナのに生まれる。両親は、アマチュアの音楽家であり、特に父は、バイオリンとチェロの演奏に長け、また兄のジグムンとも、音楽的才能を認められていた。フォイアーマンが5歳となった1907年に、一家は、ウィーンへと移り住むが、これはあくまで兄、 ジグムントのデビューを控えてのものであった。ウィーンにおいて、フォイアーマンは、9歳の頃から、当時ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の主席チェリストで、アルノルトゼ主催ののメンバーでもあったに支持するようになる。1914年2月の11歳の時に、フェリックス・ワインガルトナー式のウィーンフィルと共演し、ハイドンの二丁調競争曲で正式に、デビューを飾る。また、1912年には、 カザルスのウィーンデビューのリサイタルを聞く機会を得て、感銘を受けた。第一次世界大戦真った中の1917年、フォイアーマンは、ライプツヒに赴き、高等音楽院に入学して、クレンゲル文下となる。クレンゲルは、私が面倒を見てきた者たちの中で、これほど才能に恵まれた者はいなかった神の恵みを受けた、芸術家にして愛すべき若者と、フォイアーマンを絶賛している。 ライプツィヒ滞在中の1919 19年、チェリストのフリードリヒ・グルッツマッハーのおいで、ギュルツェニヒ管弦楽団の主席チェリスト、また、ギュルツェニヒ音楽院の教師であったフリードリヒ・ビヘルム、ルートビヒ・グルッツマッハーが亡くなり、クレンゲルは、ホヤーマンをその後任として推薦した。ホヤーマンは重大ながら、音楽院で教弁をとり、ギュルツェニヒ管弦楽団主席指揮者の ケルマン・アーベント・ロートの指名により、管弦楽団の主席チェリストに就任した。ライプツヒ及びケルン時代には他に、ブラムエル・ダーリンク主催の弦楽四重奏団のチェリストを務めたり、アニ・ジグムント及び指揮者で、ピアノにも長けたブルーノ・ワルターと短期間ながら、ピアノトリオを組んだりもした。1923年に、ウィーンに戻った後は、オーストリア国内や、 成立間もないソビエト連邦など海外でリサイタルを開き、ソリストとしてのキャリア固めを行った。1927年にはイギリスにデビューし、ヘンリーウッドに絶賛される。1929年、フォイアーマンはベルリン高等音楽院の教授となる。1933年までのベルリン時代は、フォイアーマンのキャリア中最も重要な時期に位置づけられる。 ソリストとしては、バイオリンのカール・フレッシュ、シモン・ゴールドベルク及びヨーゼフ・ボルフ・スタール、作曲家であり、ビオリストとしても重要なパウル・ヒン・デミットと、弦楽三重奏を組み、その他、ヤッシャ・ハイ・ヘッツ、ウィリアム・プリムローズ、アルトゥール・ルービンシュタインなどと共演を果たした。教職面では、斉藤秀夫含む弟子の指導に当たった。斉藤が、フォイアーマンから、JS バッハの楽曲を学んだ時のこと、 ホイヤーマンは、学点通りの双方を斎藤に押し付けようとせず、時に迷いを見せることもあった。斎藤はこのことから、バッハを引くためには考えなくてはいけない。自分で解釈をつけないことを学んだ。しかし、ナチの台頭は、ユダヤ系のホイヤーマンのポストに危機を与えることとなる。ナチ党の権力掌握後の1933年4月3日、ホイヤーマンは、 ベルリン高等音楽院を解雇され、ゴールドベルクやヒンデミットと共に、ロンドンに移らざるを得なかった。ドイツ語圏の音楽界から、半ば締め出された、フォイヤーマンは、主に、イギリス及び、アメリカなど英語圏での活動に重きを置く。1934年秋には日本を訪れて、東京と名古屋、関西でリサイタルを開催。アメリカの地を踏んでからは、まず、 フレデリック・ストック式のシカゴ交響楽団と共演、ついで1935年1月2日と4日には、ワルター式のニューヨーク・フィルハーモー交響楽団の定期、演奏会でハイドンの二長調協奏曲を演奏した。この1935年は、ホイアーマンにとっては、孔子ともに様々な出来事があり、ケルンでエヴァ・ライフェンベルクと結婚して、ウィン教を構える。 アルノルト・シェインベルクからは、チェロ競争局を検定され、12月7日に、トーマス・ビーチャムの指揮を得て初演した。1936年4月に再度日本を訪問し、1937年には、ウィーンの居を引き払って、チューリヒに移る。ところが、1938年3月13日の、アンシュルスは、フォイアウマンをヨーロッパ大陸から離れさせることとなった。 ブローニスラフ・フーベルマンと共にパレスチナに一旦移り、さらにアメリカに移って腰を落ち着けることとなった。アメリカに落ち着いたフォイアーマンは1941年からフィラデルフィアのカーティス音楽学校とカリフォルニアで教弁を取るが、エバ夫人によればフォイアーマンはカーティスのポストを非常に喜んでいた。カーティスでは後にボザールトリオのメンバーとなるや、 アルテューロ・トスカニーニ率いる NBC 交響楽団に在籍したといったチリストの指導に当たった。ソリストとしてもトスカニーニとの共演やハイフェッツ、ルービンシュタインとのいわゆる100万ドルトリオの結成など活発に行ったがかつての名優ヒンデミットが自身のチェロ競争曲の初演をグレゴール・ピアティゴルスキーに委ねたことはヒンデミットとの仲を覚ますのには十分であった。 1942年5月11日、ホヤーマンは、アメリカ市民権を取得して、アメリカ国籍となったが、直後に、自の手術を行った際に合併症で、腹膜炎を併発させ、5月25日ニューヨークで、用去った。39歳没。墓は、ニューヨーク州ウエストチェスター郡の検視庫墓地にある。1929年より、前の使用楽器は不明であるが、 1929年以降は4機の名機を使用している。1929年にローマでの1741年製のチェロを購入。1932年にはドメニコ・モンタニアーナの1735年製を入手し、このチェロは後年、ホヤーマンと命名されてスイスのコレクターが所蔵している。イギリスのチェリストであるスティーブ・ミッサーリスも、 フォイヤーマンの名を冠されたチェロで演奏しているが、このチェロはの1730年生で、日本音楽財団が所有して、一サービスに対応されているものである。その他、マッテオ・ゴフリラーの1720年生も所有しており、フォイヤーマンの没後は、ヨーゼフ・シュースター及びヤッシャ・シルバーステインが所有した。クレンゲルの賞賛を必要以上に裏付けるわけではないが、フォイヤマンは、 短い人生の中で、クレムゲル以外からも多くの賞賛を受けた。ハイフェッツは、ピアティゴルスキーと長く共演しているにもかかわらず、100年に一度の才能をと称え、アルトゥール・ルービンシュタインもまた、カザルスと比較した上で、全世代を通じて最も偉なチェリストと称えた。カザルスは高く評価するチェリストとして、フォイアーマンを挙げ、フォイアーマンは誠に立派な芸術家だった。 彼の創生は音楽界にとって非常に惜しい損失であった。と述べ、ヤーノシュ・シュタルケルは自分にとってフォイアーマンは最高峰のチェリストである。と語っている。名人は名人を知るというが、ダニール・シャフランはカザルスは神様だがフォイアーマンはそれ以上だと称賛し、ルドルフ・ゼルキンはフォイアーマンを語るときは姿勢を正さずにはいられないとその芸術の本質を捉えている。 アメリカにデビューした、サイの評論家の賞賛もまた素晴らしく、1938年に、プロムスに客演した際にも、雑誌は、の評論家レードスチュワードは、私はもはや、今生きているチェリストの中で、カザルスを除けば、ホヤーマンが最上位であることに疑うことないと、評価した。早すぎる詩は、多くの音楽家に惜しまれ、葬儀には、トスカニーニーやフーベルマンのホカルドルフゼルキン、 アルトトル・シュナーベル、ミッシャ、エルマン、ジョージセル及び友人王マンディといった早々たる顔ぶれ参列した。ところが、場所を2回訪問した日本に移すと、そこは、名声で地位を確立していた、ヨーロッパやアメリカとは違っていた。1934年の最初の来日時には、パール本に入れた録音が一部の評論家から表を得ていたが、一般世間における、ホイアーマンの知名度は、 今一つであったのか軍人会館でのリサイタル初日は300名と不入りであった。しかし評判が口コミによって伝えられると徐々に聴衆の入りも良くなり、日比谷公会堂における11月14日の国別演奏会ではリサイタル初日の10倍の聴衆が訪れたと伝えられた。もっとも2度目の来日となった1936年の 来日時においても前回公演の実績があったにもかかわらず、聴衆の出足はもう一つであった。日本におけるフォイアーマンの一般的な人気はさておいても、1934年来日時の聴衆の数の増加については、当時の新聞に彼が宣伝によらず、実力で得た尊き数。この勝利は彼が真の芸術家であったことによると称賛されている。エヴァ夫人や、 フリッツ・クライスラーなど、スータの演奏家と共演を重ねた、RCA 専属ピアニストのフランツ・ルップは、フォイヤーマンがソロでの練習を好んでいなかった一方で、室内楽やオーケストラとの共演を控えた、練習においては、細かいところまで、しっかり練習をしたと回想している。前述のように、日本においては、フォイヤーマンの名声と聴衆の入りがあまり一致しなかったが、 フォイヤーマンと日本との間には朝からぬ縁がある。音楽評論家のわらしなまさみによれば、フォイヤーマン来日前夜の日本におけるチェリストの知名度は、それまでは、チェロといえば、カザルス一人といった感じであり、ピアティゴルスキーをはじめ、カサド、マレシャル、フォイヤーマンなど、カザルスの次の世代のチェロ奏者が、次々とデビューしたのがこの時代であった。フォイヤーマンは、 ヨーロッパにおいては当初は前日のようにパーロフォンにレコーディングしており、日本においては日本パーロフォンがその窓口となっていたが、日本パーロフォンは1931年に日本コロンビアに吸収合併されて、その成り行きでフォイアーマンも日本では日本コロンビアからレコードが発売されるようになった。日本コロンビアのチェロ部門のレコードにおいて、フォイアーマンはワラシナが言うところの カザルスの次の世代が一堂に会したラインナップの一角を占めたが、日本コロンビアのチェロ部門のレコードそのものがカザルスを要したビクターに比べるとちょっと弱い感じであり、会社の売り方の問題もあったのか、ビクターのアーティストのようなパンチ力や広がりがない感じでもあった。さらにはラシナは、コロンビアのチェロはどちらかといえばカサドの方が人気があり、 カザルスに次ぐ人として尊敬されていましたと証言している。以上に名前を挙げたチェリストのうち、カザルスとカザドは太平洋戦争前には来日せず、フォイアーマンの他に1935年と1937年に来日したマレシャル、1937年に来日したピアティゴルスキーの3人を太平洋戦争前に生きた音楽ファンは楽しむことができた。 レコードコレクターのクリストファエル、野沢は三者三様の音楽と表現し、フォイヤーマンについては、南極をことも投げにさらりと引き通してしまうのは、印象的と回想する。太平洋戦争前の日本では、音楽の世界においても、笑しない枠、何と言っても、精神主義の時代で、技巧的なものは演奏家でも作曲家でも馬鹿にされており、フォイヤーマンも、来日時の売り文句の一つ。 チェロで、チゴイネルワイゼンを引くにあるように技巧派として扱われていたが、これについても野沢は、作家で、レコード評論家の野村荒海びの指摘を引用して、フォイアーマンの技巧は、技巧のための技巧という漢字が全くなく、自然の流れの中に技巧が活かされ、自在な表現で聴衆を魅了したとし、古典のハイドン、ロマン派のシューベルト、ブラームス、 さらにユダヤ色濃厚なブロッホなどを完全に弾き分けて、単に楽譜通りに弾く、無味乾燥な演奏ではないと論じている。1934年の来日公演では、リサイタルのほか、10月17日のこの絵秀丸式、新興響楽団、新京の第144回定期演奏会に出演して、ドボルザークのチェロ競争曲を演奏。新京とは、 リサイタル初日の10倍の聴衆が訪れた、国別演奏会でも共演し、伴奏ピアニストのフリッツ・キッチンガーの指揮と、ピアノによりハイドンの二丁々競争曲、シューマンのチェロ競争曲、ブロッホ、バール・シェム、グラナドス、スペイン部曲、ドボルザーク、スラブ部曲、シューマン、トロイ・メライに加え、サラサーテ、ゼゴイネル・ワイゼンを演奏。ウリモンク、チェロで、 すゴイネルワイゼンを弾くを実際に披露した。翌11月15日にも、キッチンガーの式で、ドボルザークの競争曲を放送ている。1936年の来日は4月下旬に、リサイタルを開いた後、この絵の式する、中央交響楽団と共演して、ハイドンの二町長競争曲、ボッケリー2の競争曲、サンイコール、サーンツのチェロ競争曲第1番を演奏。この絵と、 中央交響楽団の組み合わせについては、この絵が1935年の内紛で新京から追放されていた影響である。当初は新京との共演が組まれていなかったが、フォイアーマン自身が新京に在籍していた弟子の斉藤や大村うしの共演を望んでいたこともあって、その斉藤や大村の尽力によって6月3日の第169定期演奏会に出演することとなり、 伴奏者として帯同していたボルフガング・レブナーの指揮で CPE バッハの胃腸ョ,ョ競争曲 WQ172 とドボルザークの競争曲を演奏した。フォイヤーマンは2度の来日で日本コロンビアへのレコーディングを行っている。曲目はディスコグラフィの功へ譲るとして、レコーディング自体の意義について、ワラシナは同じく日本の楽曲を録音したマレシャルと並べて、 外国の有名な人が日本の曲を演奏したという珍しさが先に立っていたと回想している。フォイヤーマン自身は日本の楽曲に興味を持ったようであるが自身のレパートリーに加えたかどうかは不明である。個々のレコード及び CD 番号は割愛。日本コロンビア版は多くは日本国内でのみの販売であったが、ショパン、シューマン、グノーは海外でも販売され、また、 シューマンとグノーは日本では販売されなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。